さあ始まりましたビジネスフラッシュ。綺麗ですよね、いつも見てもね、はい、ありがとうございます。大人の雰囲気、あーゴージャスAnd chic。 ちょっとでも、うん、胸元と、うんうん、指元と、うん、寂しくないですか。え、なんだろう、なんですか。そうですか、普段ジュエリーとか。あー、ジュエリー、そうですね、たまにしかつけないですね。あら、うん、もったいない。そのままジュエリーみたいな感じです。あ、なるほど。いやいやいや、どうしたんですか、ね、持ち上げて。でもまあ素敵な女性には素敵なジュエリーがね、そうですね、似合うんじゃないかなっていうことで、はい、今回最初にご紹介する企業さんなんですが、ミャンマー、うん、知ってます。ミャンマー知ってますよ。ミャンマーですよ。はい、ミャンマーといえば、うん、宝石ルビーの産地として有名なんですけれども、このミャンマーで現地の職人さんを使って、うん、でもちろん現地の宝石を使ってアクセサリーを作るんですが、その時に天然の宝石とあとハンドメイド、ここにこだわった企業さん、ご紹介です。どうぞ。ミャンマーのやっぱり一部のルビーはもともとその干渉に耐える赤い色だったんです。色がちゃんとついているので、まあ、あのノーヒートって現地では言うんですけども、加熱をしなくてもあのしっかり宝石として見れるルビーのことを非加熱ルビーという言い方をしていまして、天然の宝石を低価格でお届けする株式会社レインボー代表取締役豊田秀幸さん。インターネットの楽天市場にてジュエリーの販売を行っている株式会社レインボー。レインボーが販売するジュエリーの特徴は、宝石の原産地であるミャンマーにて現地の職人を使ったハンドメイドのジュエリーであるということ。しかも非加熱ルビーという熱処理を施さない貴重なルビーを安く販売しています。株式会社レインボー代表取締役の豊田秀幸さんにお話を伺います。よろしくお願いいたします。まず株式会社レインボー、どういった会社なんでしょうか。あの雑貨ですとか玩具ですとか、うん、まあ、そういったものを、まあ、海外でですね、あの製造卸しをしているような会社なんですけれどもね、うん、今の現状、今作ってる国がですね、かなり値上がりをしてまして、うん、まあ、そういったところがあるので、 ASEAN の各国を一応注目しまして、で、まあ、ミャンマーはやっぱり宝石が非常に豊富に取れる国なので、まあ、そこから着目して、玩具というよりも今はもうほとんどはアクセサリーになっているということでよろしいでしょうか。そうなんです、そうなんです。まあ、いろいろ人件費の、ね、高騰だとか、う、ね、うん、いろいろ問題もあるでしょうから。そうなんですよね。で今はもうジュエリーを、ミャンマーで取れたジュエリー、はい、まあ、原石を加工して、はいはいはい、台座とかそういうデザインも全て向こうでしてらっしゃるわけです。そうですね。で完成品を輸入をして、日本国内で販売をする。そうです、そうです。今実際日本国内での販売ルートというと、どうなんですか。まあ、今ネットが中心になってるんですけれども、そしてお客様は、このレインボーのホームページを見て、はい、デザインをこう、はい、眺めて、そうです、これって注文をして買うという形なんですかね。そういうことですね。そういうことですね。本当にマイナーなあの石なんかもたくさんありまして、結構当社ではそういうものの注文も来てるんですね。今のお話でいろんなその種類の石も扱ってらっしゃるけれども、はい、やはり商品の中心はルビーですか。ルビーやっぱり今うちで推してるのはやっぱり非加熱ルビーという。非加熱で、はい、皆さんは非加熱ルビーとはどのようなルビーかご存知ですか。非加熱ルビーとは熱処理を施さない明瞭な発色を持つ希少価値の高いルビーのことを言います。レインボーではその非加熱ルビーを非加熱証明書という鑑別書をつけて販売しています。しかも現地の職人さんによってデザインされたジュエリーにはミャンマー語で書かれた職人さんのメッセージがつけられており、本物へのこだわりを追求するレインボーならではのサービスですね。
なぜその非加熱にこだわったんですか？宝飾業界でいうとやっぱりミャンマーの、まあ、ビルマさん、かつての名前で、うん、ビルマさんって言いますと、うん、もう半分ブランド化してまして、ミャンマーのやっぱり一部のルビーはもともとその干渉に耐える赤い色だったんで、色がちゃんとついてるのでノーヒートって現地では言うんですけれども、うん、加熱をしなくてもしっかり宝石として見れるルビーのことを非加熱ルビーという言い方をしていまして、で逆に言えば日本の市場で非加熱と歌ってなければ全部加熱なんですね、うん、ほとんど出回ってるものっていうのは、うん、やっぱり加熱の処理をして初めてルビーの赤い色が出る、もともと赤黒色でそんなに干渉に耐えるものではないんですけれども、例えば農薬を使ってる野菜は農薬野菜って言いませんので、うん、無農薬のものだけを無農薬というのと同じで、うん、ほとんどのものが加熱をしてるんですが、今日ちょっとお写真と現物をいくつかお持ちいただいてるんですけれども、やはりこれも全て非加熱のルビーを使ったものですか？今お持ちしているのは、ここにあるのは非加熱のルビーが、うん、まあ、ネックレス2点ここにあるのがそうですね、うん、あと、まあ、オレンジガーネットとネオンピンクスピネル、これがオレンジガーネット、オレンジガーネット、ね、あ、本当だ、オレンジ色だ、はい、あ、これ綺麗ですよね、どちらもね。そうですね、写真にあるものもこう非加熱のルビーを使ったアクセサリーということですけども、はい、価格帯というのはどのあたりのものですか？一応ですね、非加熱ルビーは、中ではどっちかっていうと高い価格帯なんですが、うん、それでも19,800円、19,800円、一応だ本当はゼロ1個つけてもいいぐらい の、うん、価格なんですけれども、価格帯がそのあたりということになりますと、やはり若い女性のお客様が多いんでしょうか？はい、そうですね、やっぱり20代中盤ぐらいから、まあ、40代ぐらいまで、うん、ミャンマー人の方のジュエリーの職人さんのメッセージをつけているそうですね。はいはいはい、一応現物が これなんですけれども、まあ、ミャンマー語で一応書いて、どんなことか、え、それ手書きですか？そう、これも全部一枚一枚手書きで書いてもらってましてですね、で、まあ、やっぱりその当社のオーダーっていうのはやっぱり彼らからすると結構な数の金額のオーダーになりますので、まあ、ある職人さんなんかうちと取引をし始めて、携帯がスマホ iPhone になったりとか、そういう方もすごい分かりやすいですよね。はい、非常に分かりやすいで、まあ、そういったところでやっぱりそのいつも感謝の話、感謝の気持ちっていうのはすごく口にする人たちなので、じゃあどういうことを言いたいのっていうところから始まって、で、まあ、それは面白いなっていうところでお礼状を一応つけさせていただいて、でちなみにミャンマー語っていうのは Google 翻訳にもまだ対応してないっていうすごい珍しい言語なので、手書きのミャンマー語をご覧になる日本の方っていうのもおそらくどなたも初めてに近いと思うんですね、まあ、ビジュアルタイ語に近いんですけど、実は文字自体は全然違う文字なんですね。すごい字ですね。あれですか、そちらの写真なんかはそういう新しい、はい、なんかちょっと変わった石なんかもうあるんですか？そうですね、これが今のその非加熱ルビーの原石なので、これもう本当に赤い色、強いものから弱いもの、いろんな色が混ざってる状態で、そうですね、この状態で買い付けをされるわけですか？はい、ですね、一応まあ見るんですけど、基本的にはその裸の石があって、うん、カットしたものを一応買って、うん、そこでまあ現地の職人に持ってって、うん、このデザインでやってくれて、はい、それ難しくないですか？そのいろんなものが混じってて、はい、例えば非加熱だって言っておきながら実は加熱してあったりとか、そうなんです、そうなんです、なので非加熱に関しては当社では全部鑑別書を一応つけてまして、つけてまして、でただ通常の鑑別と違って非加熱を証明する鑑別っていうのは、うん、日本国内でやるとさっきお話した金額ぐらい鑑別するだけで行ってしまうので、うん、あ、そっか、だから現地で一応鑑別をして、はい、で証明書をつけてますと。ただ現地で勉強してる人間も日本で勉強してるところと同じところで勉強してるんで、そういう信憑性という部分では全く遜色がないんですね。そう、現在は例えば、光のルビーであれば、はい、もうカットしたあるものを、はい、調達をして、はい、それと合わせて、はい、まあ、台座素材を選んでまたデザインをして作って、そうです、合わせて日本で販売をする。そうです、そうです、やっぱり素材をすごく大事にしたいので、やっぱり石があってそこに合ったデザイン、もしくはもう職人さんがやってるデザインでこれいいんじゃないっていうところで、デザインが後から来て素材を生かすっていうところのプロセスで今作ってるんです。ジュエリーの取引は難しいって言いますか、結構
もう騙されるというか足元を見られることも多いって聞きますからね。分かんないですもんね。分かんない人は分かんないですからね。そのさっきの その非加熱っていうのはやっぱ肉眼では分からないんで、うん、もうやっぱり信頼しているその鑑別ができる人間がいるので、そこで、まあ、すごいもう一個買ってって本当に調べるけどいいのって話をして、で実際調べて、それでだったら買おうっていう話になったりとかですね、うん、まあ、初めての店だとそういうやり取りをしなければ、もうそこから先はまた信頼が築かれていってということですよね。でやっぱりダメだったらダメで文句言いますんでね、こっちもしたらやっぱりちゃんとやってるなって相手先さんもやっぱり思ってくれるので、しっかりしたものをやっぱり出してきてくれる、しっかりしてなくてもそれはそれで安い値段で出してきてくれるっていうところがありますので、そのやり取りをやっぱり繰り返さないと、やっぱり知ってる店と知らない店だとやっぱり出してくる値段が全然違うんですよね。はい、なんでこれその辺はあれですか、はい、日本語でやるんですか、英語でやるんですか、それとも通訳、英語でやるところもありますし、一応まあ現地のネイティブの言葉はミャンマー語なんで、はい、それはもうごめんなさいはさっぱりわからないので一応通訳もつけて、はい、一応やってるんですけど、通訳もじゃあちゃんとこう厳選しないとダメですね。通訳も厳選した結果今に落ち着いてまして、やっぱり最初のうちはやっぱりいろいろ最初のうちは通訳と相手が結託しちゃうんで、そうか、はい、だから通訳とミャンマー語でやり取りを僕の知らない間に分からない間にしてしまって、結局私に 10% くれればどうのこうので、だから宝石屋さんに行っちゃうんですよ、宝石屋さんに行っちゃうんですね。だから100のところを120って言えというやり取りが出てきて、で今使ってる人間が信用できるっていうのは、その同じ店に行った時に、うん、豊田さんこの人が以前いたおばちゃんに関してはこういう話をしてましたって今言ってますけどっていう話を教えてくれて全部バラしちゃったわけですね。そうですね。あれですか、日本の方じゃなくてやっぱりミャンマー人。そうです、通訳つけてるのはミャンマー人です。やっぱりミャンマーの人でいうと地元意識もやっぱりあるので、そのプラスももちろんありますし、ただやっぱり日本人の通訳の方だとやっぱりそのビジネス感覚っていうのがやっぱ共通するんで、やっぱりこう100のところを120の返答してくれるっていうプラスもあると思いますし、やっぱりそういう両方一長一短はあると思うんですけど、ミャンマーに日本人って結構いらっしゃいます？最近は結構来てるんですね。ああ、そうですか。ただ今やっぱり非常に過渡期なので、国全体の話を言いますと、まあ、ホテルが例えばタイとか中国よりも全然高かったりとか、今まだニーズの方が高いので、やっぱりその数が少ないということですね。数がまだ少ないですね。高級なものなんだ。なのでそこまでいいホテルじゃなくてもかなりの値段が高いしたりとか、そういうところもあるので、ワールドカップ期間中のブラジルみたいな本当にこれがこの値段かと思うホテルですよね。でまあ徐々にそれは外資が入ったりとかして淘汰してくると思うんですけども、どうですか、一番人気のジュエリーってのは今どんな。やっぱりですね、今回、まあ、お持ちしたこの3点でやっぱり非加熱ルビー、ネオンピンクスピネル、オレンジガーネットという3つがやっぱり、まあ、検索していただければもう本当にすごい高い値段で出てくるんで、やっぱりそういうところの比較をやっぱりお客様もしてくれてるんじゃないかなっていうところですね。じゃあもう自信持って、はい、もう皆さんにご紹介できるということなんですね。そうですね、まあ、先ほどの話でプロセス自体がもう石ベースでうちの企画は成り立ってるんで、レインボーとしてまた豊田社長として今後の目標展開というのはどういったところなんでしょうか。僕としてはそのすごく精度の高い日本製のものとやっぱりミャンマーの職人が作る温かみのあるものっていうのは違うものだと思っているので、そのやっぱり中庸を取ったバランス、ハンドメイドしてもいけないんですけれども、かっちりしすぎてもそしたらだったら日本のものを買った方がいいんじゃないかって話になるんで、そういうやっぱ温かみみたいのを大事にしつつ、やっぱりそのきっちりしたものを作る。ただやっぱり今までやってた国と違うのは、やっぱりそういうリテイクをしても全然嫌な顔しないんですね。やっぱり、まあ、もちろん商売だっていうのもあるんですけれども、やっぱりそういう親日というところもあるかもしれないですし、まあ、この人がこう言ってるんだからっていうところで全然そういうしかめ面をしたりとかですね、されたことが一回もないので、それは今までやってきたところとは全然違くってですね、やっぱ本当にこの人たちと一緒にやっていきたいなっていう。また珍しい種もたくさんあるということですよね。そうですね、はい、まあ本当に今後の展開が、はい、レインボーだけじゃなくて、ミャンマーの人たちにもなんか今後の展開が気になるところですけどもね。楽しみです、はい、今日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。マイハ
浜リゾート一望スパ&ホテル舞浜ユーラシア、眺望が自慢の遊べる楽しいリゾートホテル、それが舞浜ユーラシア。天然温泉や本格サウナで心も体もリフレッシュ、ご宿泊以外のお客様もご利用いただけます。お得な料金で宿泊できるリラクゼーション施設もご用意、ただいまキャンペーン実施中。スパ&ホテル舞浜ユーラシア、詳しくはウェブで。さあ、素敵な石をご紹介したんですけど、はい、素敵でしたね。石は石、うん、でももうちょっと大きな石をご存知ですか。大きな石、あの名前が大体書いてあったんですね。何々家って書いてあったんですね。ああ、墓石。そうなんですね。お家のお墓とかあったりしますか。あります、もう古いのがありますけどね。うん、はい、サムちゃんは。うん、うちも古いのがあります、うんうん、自分でこうお墓のこう建ててみようとか、うん、墓石を選んでみようとか思ったことって松木さんはあります。これでも早いうちからやっといた方がいいんですよね、うん、やっぱ本当に必要な時にちゃんと準備しておくっていうことが大事なんでしょうね、きっとね。あの代々のお墓があるお家ももちろんなんですけども、うん、ご自分で新たにそのねお墓を、はい、あの墓地を用意してお墓を作ったりとかっていうこともされる方最近増えてるみたいなんですよね、うん、そういった時に、はい、どうしよう、誰に相談しよう、お寺さんに聞くか、ちょっと値段もわからないし、ね、難しそう。そうですよね、買おうと思ったってどこに墓地があるのか、買えるのかどうかもちょっとわからないっていうところもあると思いますので、続いてご紹介する企業さんなんですが、千葉県内に3カ所の拠点を構えていらっしゃいまして、うん、葬儀からお墓、まあ、墓石など含めまして総合仏事を手掛けていらっしゃいますこちらの企業さんです。どうぞ。そういったあの石材の中で裏を返せば石の中にも A 級品があれば B 級品もある、 C 級品もあるというところが、あの一般の方たちにはなかなか分かりにくいところだと思うんです。頼れる仏事のアドバイザー、千葉屋株式会社千葉石材代表取締役社長西森弘武さん、営業担当新倉隆さん、千葉県内にてご葬儀、お墓、法要といった総合仏事のサービスを展開する千葉屋株式会社千葉石材。地元密着型の石材店として公営民間寺院墓所という墓所を紹介するだけでなく、お墓のリフォーム、ご遺骨の移転といった業務も行っています。また墓石の現地証明書の発行も取り組んでおり、ひびなどの問題が生じない一級品の墓石をより安く提供しています。千葉屋株式会社千葉石材の代表取締役西森弘武さんと営業担当の新倉隆さんにお話を伺います。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。まずこの千葉屋株式会社千葉石材、はい、どのような会社なんでしょうか。私どもはあの父の代から創業しまして、今あの45年目を迎えたあの千葉県に特化したですね、あの墓石販売店として、うん、あの地域密着型という形でお客様と信頼関係を大事にして、ただお墓を売るだけじゃなくてその土地探しからですね一緒にあの、うん、お探しして提供するサービスをしてます、はい。まあ、いろいろね墓地といっても種類があるし場所もたくさんだし、はい、値段も様々ですから、はい、どこを選べばいいのか、そうですね、でどんなお墓にすればいいのかって、はい、もう相談することは山ほどあるかと思うんです。それ全て、はい、とりあえず、千葉屋さんの方にお話をすれば、はい、相談に乗ってくれると、はい、いうことなんですね、はい。実際にそのご相談をされる方たちっていうのはどういう内容のものが多いんでしょうか。はい、あ、霊園の事業形態が進んできたのが昭和30年代なんですね。あの当時こういったあの御影石じゃなくてですね大谷石という少し柔らかい石でお墓を建てるのが主流だったものですから、その墓地がですねあの近年になっても崩れてきてるといった問題がありまして、御影石に交換するという、まあそうですね、住宅でいうとリフォームって言いますけども、お墓でも今リフォームという形の手直しの仕事が増えているのが一つですね。お値段的にもそちらの方が得という。そうですね、石碑自体はあの石で御影石でやってますので、
どちらかというと外回りの囲いを直されるという方が多いですね。壊れたりっていうか、ね、かけたりとかありますからね。あと今団塊の世代というお話があったんですけども、例えば私は田舎九州の佐賀県になりますが、そちらの実家のお墓をもう見ていく方が、親戚もどんどんやっぱりもう高齢化でなかなか遠いし守っていけないという形で、ご先祖のご遺骨を今後近くに持ってきたいという相談が多いですね。あ、そうなると結局お寺さんも変えなくちゃいけないし、はい、いろいろやることがたくさんありそうですね。そうですね。特にご遺骨を移動するというのは法律的にですね、勝手に持ち出して持ってきちゃいけないんですよ。いけないよね。手続きがあるんですか。はい、専門用語で改装と申しますけども、改装許可書という書類を取って正式にはご移転すると、そういったものを全て千葉屋さんではやっていただいて、そうですね、そちらのご案内からご説明から全部、はい、じゃあもう任せれば何でもですね。で、新しいお墓の方は石をどれにしようかとか、はい、そうですね、いうふうなことまで選べるわけですからね、はいはい、トータルでできるというのはいいですね。いいですね、うん、はい、実際では、まあ、お墓を新しく建てる、またその改修も含めてですね、どういった手続きになるんでしょうか。まあ、こちらの資料で申し上げると、これは都営霊園、下には市営霊園の資料があります、うん、土地の購入の申し込み手続きの説明から入りますね。まずは場所、どこにするのか。そうですね、ということですね、はい、うん、でも理想は近くですからね。そうなんです、まあ、それはそうですね、ご自宅の近くですよね、はい、全国でやっぱりこちら全有石とありますが、全国優良石材店の調査によってもやっぱり一番は、うん、家の近く。そうですよね、はい、ちょっと何かあった時にね、お墓参りできるような場所っていうのはいいですね、はい、最近その亡くなる前にご自身のお墓も含めて何か作られる方も多いみたいですね、はいはい、そうですね、灸を用意して作るわけではないということで、非常にいろんなアイデアをご自分で持って我々のところにお越しいただくことがあります。で、一つご紹介すると、まあ、3代続く話なんですけど、私がお話ししているのがお父様、そのまたお父様がいまして、でそのご出身地が新潟の方で、いつも小さな頃から山を見ていたと。でそのお父様がそのお客様自身、息子さんにあたる方に対して、この景色をいつまでもここで見てあげたいと、見せてあげたいということで、そこにご自宅を構えたという経緯がある方が、いざ今度自分の息子さんにその景色をなんとか見せたいと、ただもうそこから千葉の方にも越してきているので、なかなかその向こうの景色見せられないと、じゃあ一家のシンボルとして作るお墓の一部にそういう山並みは表現できないものかということでアイデアをいただいて、まあ、受けたはいいけどどうしようかなということで非常に困ったところもあったんですけど、いろいろと考えてお客さんが知恵をいただいて完成までいくという形もありました。そう、削って作った山並みを作ってっていうことですね。これはでも大変ですよね。そうです。その方自身は見てるので、うん、私は写真とかで見てこんな感じかなっていう程度ですから、近づけるのが大変でした。墓地に行っても様々な形のお墓があったりデザインをされてたりしますから、でもなかなかその山の形のお墓ってのは見たことがないので、やろうと思えば何でもできそうですね。ですね。サッカーボール型でもいらっしゃるじゃないですか。ですから千葉屋さんのとこ行って、サッカーボール結構多いです。そうですね、多いですね、はい、じゃあなんか違ったものゴールにしますか。いや、まあ、ゴールとは縁がなかったんでね、僕は。旗から見ると、まあ、同じようなお墓に見えたとしても、一つ一つのお墓にこのバラが入ってる意味だとか、ご家族だけのお墓、そうか、思いのお墓っていうところにつながるんじゃないかなと思うんですね。他にその、まあ、他者との差別化のポイントみたいなのがあれば教えてください。まあ、全有石、先ほども申しましたが全国優良石材店という加盟店に認定された石材店でございまして、一応そういった協会、全国組織の協会にですね、認められた石材店としてやっぱり誇りを持ってやっているっていうのが一つあります、うん、東日本大震災の時に多くのお客様が地震の心配をされた経緯がありまして、やっぱりお墓を作ってる側としたら地震で
倒れるっていうことは万が一もあってはいけないことだと思いますので、最終的にですねこの耐震という商品に行き着きまして、まあ実はこのこれはパッドなんですね、はい、でここにリングが入ってるんですね、うんうんうん、このリングがですねクッションプレートといいまして、はい、地震の瞬間時の最大地震というのは一瞬で大きな力が加わってくるものですから、それを一瞬に吸収して和らげるっていう特許商品なんですね、まあ、こちらのですね開発業者さんと出会うきっかけがありまして、これはいいということで、今まで私どもで見た中では一番効果的なものでしたので、皆さんはお墓の耐震性についてご存知ですか？芝居屋では墓石の施工技術に揺れや振動に強い特許耐震施工の耐震というこれまでにない新しい技法を使って大切なお墓を地震から守っています。この耐震施工技術を施した墓石は墓石の耐震実験により震度7クラスの揺れにも耐えうることが証明されているとのこと。お客様が安心できる墓石を提供する千葉屋ならではのサービスですね。今ある既存のお墓を耐震にするっていうことは可能なんですか？はい、それも可能です、はい、倒れちゃったら大変ですし ね、 はい、うん、隣に倒してしまうとやっぱりそれを保証しないといけないっていう責任も出てきますので、今日そこにあるのが失敗しないお墓作り、はい、でこちらこれから墓地をご検討される方のですね指標になるために作りましたので、もしお問い合わせ等ございましたら無料で差し上げますので。助かりますね、はい、ですから千葉さんの時行けばそういう失敗がない、ね、ということなんですよね。はい、千葉さんのとこ行って、まあ、多分営業のニグロさんが出ていらっしゃるから、ね、はい、お話しさせてもらってて、はい、この失敗しないお墓作りを教えてもらって、はい、で、ね、ご相談すればということですよね、はいはい、今後の千葉屋の株式会社として、はい、どういった方向へ進まれるんでしょうか？実はですねこういった石というのはちょっと裏面見ると、まあ、これが原石で、磨き上げるとこういう風になるんですけども、はいはい、そういった石材の中で裏を返せば石の中にも A 級品があれば B 級品もある、はい、C 級品もあるというところが一般の方たちにはなかなか分かりにくいところだと思うんです、まあ、当然当社では1級品を扱ってるんですけども、産地証明書という証し一級品の証ですね、そういったものを今準備しております。10年20年もっとずっと使うものですからね。そうですね、まあ、そういったお客様の安心信頼いろんな要望に応えていただける、はい、ということで、これからも、ね、いろいろとご相談に乗っていただきたいな、ね、皆さんとね、はい、一生のお付き合いですからね。そうですね、はい、今日本当にありがとうございました。どうもありがとうございます、はい。